どうもこんにちは、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あ、京一郎さん、はじめまして。大江の高之と申します。はじめまして、京一郎です。はい、ありがとうございます。え、みんな配信してる？してます。僕はやってます。僕もやってます。あ、やってるんだ。じゃあ僕も枠取ります。はい、ちょっとお待ちください。よいしょ。あ、もうなんかあの、え、そうなんや、みんな配信前に喋るとかしないんだ。え、あ、はい、いきなりなんだ。そうですね、もういきなり。うん、パパ、わかった。よし、今日は勝ちましょう。おいちゃん、あれですか、はいはい、運営にフレンド送りました？なんか送ってた。ああ、俺、あれね、運営、あのクソ運営なんですよ。僕、フレンド認証してんのに、あの送ってないやないかって連絡、僕送ったんですよ、あれ。来てないみたいな運営言うてくる、クソ運営ですよ。どこっか、ちょっと見ますね。え、俺、え、送ったよね、送ったよね。どうしよっかな。なんかミュートにしたりミュートにしあんだり、忙しいな、きょうちゃんは。ああ、いや、なんか今ちょっと。あーし。なんでそんな向こうと笑い方一緒なんだ。あー、違う、これ言わせて。パクられてん。作られてる場合だ。いや、めちゃくちゃ。あれ、ここだけの話。そうなんだ。俺の配信スタイルがウケるって分かった途端、うん、真似しようってやつ。あ、そうなんだ。本家なんだ。そうやね。めちゃくちゃ向こうと、向こうとめっちゃ笑い方。そのためにパクられ、お前パクリパクリ言われるのはな、納得いかへんねん。俺がオリジナルや。知名度の差や、単純に。あるな、そういうの。そうなんです。え、ごめんごめん、ちょっとバック出てとろっかな。まあ、ない方マジで面白いよ。で、これ、ババさんはまだ来んのか。え、でもなんか準備完了ですと言ってたんで。で、土曜日は集団下校って言って、学校のみんなが集まって、それが全員が一斉に帰るってイベントがあったのに、あったな。俺それに気づかずに一人で家帰ってて、家に電話かかってきた。あの、お前のさんいらっしゃらないんですけど、家におられますって学校から電話かかってきて。あ、ごめん、集団結構気づかずに帰ってたって家で吉本見てた。以上だ。マジで、マジでどっち笑ってるか分かんなくなる、これ。いや、マジで。いや、向こう笑ってるか、向こうが笑ってるか、おえちゃんが笑ってるか分かんなくなるよ。頭ごちゃごちゃになる。ごちゃごちゃになる、マジで。そんな似てる？俺、自分がそんな似てるって思ったことないんやけど。いいえ、本当にパクったやろ、向こう。若干の、若干の声質の違いで、はい、いいや、いいや、まあまあ聞き分けれる自信あるけど、今日も最後にはどっちかが一発で分かるようにして、分かるようにして、成長していこう、俺たちの物語を。うん、今の俺じゃないよ。うん、いや、そうそうそう。でも昨日やってましたよね、モコさんとか。俺ちょっとニコ生で練習したけど、うん、やっぱ強いね、なんか強いっすね、うん、なんかずっとキレてなかった。なんかもうイライラした、正直。イライラする落下すとかいらんのやって言うてたよな。マジで笑い方にすぎてわかんない。ちょっと今日は俺が笑い方を変えようかな、じゃあ。いや、どんな感じの笑い方になるのか楽しみにしてこう。作ってることになるやん。ちょっと低い声で。すぐ帰れるみたいな。すぐ帰れる、すごいな。今のなんや、なんかちょっと変えようとしたやろ。今のニュアンスで笑おうかなって。めちゃくちゃクールな笑い方じゃん。義務じゃん、義務。義務笑い。義務笑い来てるじゃん、それ。引き笑いみたいになってたもん。乾いた笑いだった、マジで。乾いた、完全に。聞いたことないタイプの笑いやった。